こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、ユニクロの秋アウターはこれが最強というテーマでお届けをしたいなと思っています。ところで皆さんは秋アウターすでに買いましたでしょうか？まだまだ暑い日が続いているので、なかなかアウターは早いんじゃないかと思っている方も多いかなと思うんですが、そんなことはないです。まさに今時期ですね、秋アウターを買うには一番いい時期なのかなと思っています。アパレルの世界というのは実際の季節よりも早めにですね、いろんなアイテムが展開されるわけなので、結構ですね、早いお店だったらもうダウンまで置いてあるような、そんなタイミングに入ってきてるんですね。ユニクロもですね、結構そういった意味では、いろんなアイテムのリリースのタイミングが早いので、もうすでにですね、秋アウター十分に充実してますので、ぜひ皆さんにも検討していただきたいなと思ってるんですね。皆さんもサイト見ていただければわかる通り、ユニクロにも様々なアウター類がありますね。例えば MA1 みたいなものもありますし、シャツアウター系もあります。その中でも今回僕が一押ししたいのはこちらですね。はい。皆さんもですね、こちらちょっと気になってたかなと思うんですが、ユーティリティジャケットですね。価格は6,990円。僕のスペックで言うと身長164センチ、53キロの小柄な男性なんですけども、サイズは M を購入しました。後ほど着用した状態はしっかりと皆さんにお届けしたいなと思ってるんですが、これがですね、あらゆるユニクロの秋アウターの中でも個人的には一押しで、買ってよかったなと思うようなアイテムだったので、全力で解説をしていきたいなと思っています。ここ数年秋のアウターでトレンド的だなと感じているものが、まずはシャツアウターみたいな類ですね。デザインはシャツっぽいんだけども、厚み的には通常のシャツよりもちょっと地厚でアウター感覚で着れるみたいなアイテムが結構増えています。ユニクロにもありますが、それと同じぐらいですね、よく見かけるのがこのような短い丈のアウターなんですね。MA1 だとか G ジャンだとか、そのあたりもまさに同じようなジャンルなんですが、中でもこのようなユーティリティジャケットですね、ワークだとかミリタリーをテーマとしたようなアウターですね。このデザインを見て、あのアイテムに似てるなと感じた方は結構な服好きだと思うんですが、名前出すのちょっと微妙だなと思いつつ、もう大胆に言っちゃいますね。バブアーですね。英国王室御用達ブランド、バブアーですね。ファッション好きの男性であれば誰もが知ってるような名門のブランドではありますが、まさにバブアーが展開しているワークテイストのジャケットの雰囲気をですね、うまくユニクロなりに解釈したような、そんな一着になってるかなと思います。バブアーのジャケット自体もここ数年はすごく人気があって、オリジナルのものだけではなくて、各セレクトショップだとかドメスティックブランドとコラボレーションをして、他とは違ったアプローチのものも出てきてるわけなんですが、こちらはユニクロがですね、オリジナルで作っているユーティリティジャケットということで、まずはですね、コスト面ですよね。圧倒的に買いやすいというところですね。7000円前後でこの品質のアウターが買えてしまうというのはかなり驚きでした。やっぱり価格帯が下がったら、それなりに生地感だとか作りがチープに見えてしまうのもある程度は仕方がないかなと思うんですが、ユニクロの場合はそういったことがほぼないんですね。パッと見で第三者が見たら、それバブアーじゃないって思うぐらいですね、完成度が高いので、この一着は僕自身もですね、皆さんにお勧めしやすいような、そんな仕上がりになってるかなと思います。こちらカラー展開は3色になってまして、ブラック、オリーブ、ブラウンというところで、今回はですね、結構迷ったんですよ。どの色も魅力的で、正直ですね、人それぞれ好みが大きく分かれるかなと思います。この色が一押しですっていうのが言いづらいんですが、僕のチャンネル的にはブラックが使いやすいかなと思うんですね。それは後ほどしっかりと解説したいなと思ってるんですが、今回はこちらのですね、ユニクロのユーティリティジャケットを実際に着ながら、サイズ感だとかコーディネートのバリエーションだとか、そういった点しっかりと解説をしていきたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着ていましたがいかがでしょうか。まずは全体像を見ていただきたいなと思います。ちなみに僕は身長164センチ53キロで M サイズを着ています。前から見るとこんな感じです。横から見るとこんな感じです。後ろから見るとこんな感じです。丈短いので、お尻の上の部分だけ隠れるようなイメージですかね。かなりスッキリと見えるような短丈系のアウターになっています。なかなか仕上がりいいんじゃないのかなと思っていまして、冒頭にもお伝えしましたが、バブアーのですね、スペイというモデルがあるんですが、そちらもですね、丈短めで、割とこちらのアウターと雰囲気は似ているんですけども、スペイの方がもう気持ち短いイメージがあって、バブアーの名作ビデールなんかに比べると、だいぶですね、丈感はスッキリとした印象なんですね。ただ、
内側に着るですねアイテムちょっと選ぶところもあって、丈の長さはもうちょっと長い方が嬉しいなというのは個人的な見解なんですけども、こちらの UTT ジャケットに関しては丈短いんだけども短すぎないぐらいのバランスになっているので、割と大人世代にもこちらは使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。で、素材はですねコットンを使っているんですが、張り感があって、しかも表面には微光沢があるようなちょっと上品な素材使いになっているので、このような UTT ジャケットというですねちょっとカジュアルめのデザインなんですけども、割と質感のおかげでカジュアルに見えすぎないような、そんなバランスが保たれているかなと思います。で、襟の部分ですね、まあ、このようなジャケットの代表的なコーデュロイ素材が使われているわけなんですが、このあたりもマットな色の雰囲気ですね、ブラックなんだけどもちょっとダークネイビーっぽくも見えるような色合いで、この襟の部分も上品にまとまってるかなと思います。個人的には結構ですねバブアのアウターとかもそうなんですが、このコーデュロイの襟がですねあんまり好きじゃなかったりするんですね。場合によってはちょっとやぼったく見える場合もあるんですが、これはですねそんなことなくて結構シャープな雰囲気で本体に馴染んでるので、個人的にすごいバランスいいなと感じています。まあ、サイズ感はゆとりがあるんですね。こちら今 M サイズなんですが、まあ、ラグランスリーブになっていて少しゆとりがあるような設計になっていて、まあ、GU ほど大胆な雰囲気ではないんですが、まあ、ユニクロの中では少しゆとりを感じるようなそんなデザインになってるかなと思います。このようなアウターって僕の中ではユニクロの通常ラインのイメージよりはユニクロ U とかで見る機会が多いかなと思ってるんですが、なかなかこちらもですねバランスが良くて、おしゃれが好きな男性にも響くようなそんな仕上がりになってるかなと思っています。で、カラー展開の話なんですが、3色あるとお伝えしました。ブラックとオリーブとブラウンという3色でどれも良かったんですよ。テントで実物を見て試着もしたんですが、その中でもなぜ僕がブラックを選んだのかというと、ブラウンだとかオリーブという色は結構土っぽくて失敗するとやぼったく見えるカラーなんですね。そしてこの UTT ジャケット自体のデザインもどちらかというとワークテイストでカジュアルなんですよね。このデザインに対してオリーブだとかブラウンを乗せてしまうと、僕ら世代が着ると本当にこう作業着感が出てしまう可能性があって、ちょっとここ危険かなと思ったので、僕はなるべくシンプルにですねブラックを合わせるのが僕たち大人世代にはまずはバランスがいいんじゃないのかなと思います。もちろんオリーブにしてもブラウンにしてもやぼったく見えるような色ではなくて、割とクリーンなイメージで作られているので、まあ、そちらをチョイスしていただくのもいいかなと思うんですが、まず鉄板はブラック、そして続いて個人的にはオリーブ、そして3番目がブラウンかなという印象でした。これだったら秋にですね1枚あればかなり使い勝手がいいかなと思うんですね。まあ、デザインディティールで言うと前面にですね大きめのポケットがついていて、まあ、収納量は確保されてるんですが、個人的には横から手が入れられるのがすごくいいなと思っています。アウターのポケットに手を突っ込む癖があるので、この点はですね非常に嬉しいなと思ってるんですね。そしてもう一つディティールとして見逃せないのが襟ですね。コーディロイの襟なんですけども、これ襟を立ててですねこのように着ることができるんですね。で、左の襟の部分にはですねチンストラップがついていまして、ここをですね締めて着ることができるんですね。ちょっとやってみますね。締めるとこんな感じになります。個人的にはこの着方めちゃくちゃかっこいいなと思ってまして、最近は秋冬のアウターで襟を立ててこのようにですねボタンで留められるようなものが増えてきています。まあ、短丈系のアウターもロング丈のコートなんかでも割とこのディティールがあったりするんですが、これがあるだけでだいぶですね秋の後半ぐらいまでも首元が暖かいですし、一着のアウターで二つのですね見せ方ができるという点ではかなりこのディティールは個人的には気に入っています。ただ撮影している今日なんですが、外の気温が34度ぐらいあるのでめちゃくちゃ暑いんですけども、この見せ方も含めてすごくバランスがいいかなと思います。その場合には前はですねジップをしないでボタンでですね上1、2個ぐらい止めるぐらいの感じですかね。そして下の2個はですねボタンをあえて止めないで、下の T シャツだとかシャツニットを見せてあげるようなバランスが個人的にはいいんじゃないのかなと思っています。続いてコーディネートなんですが、まあ、様々な想定ができるかなと思ってるんですね。今日はですねめちゃくちゃ暑い日なので、自宅から来た格好の上にそのまま着てるわけなんですけども、ブラウン系の無地の T シャツと合わせて下はですねホワイト系のパンツでちょっと爽やかさを出してみました。まあ、アウターがブラックなのでボトムスがブラックだとちょっと重たくなるかなと思うので、個人的にはこのようなちょっとこう明るさを出せるようなオフホワイトのパンツだとか、あとはですねオリーブ系のパンツとかにも相性がいいかなと思います。またはグレー系のパンツなんかにも結構合うかなと思うので、ちょっとバリエーションをお見せするために着替えてみたいと思います。はい、着替えてみましたがいかがでしょうか。だいぶ印象が変わったかなと思います。先ほどはこちらのですねブラックの UTT ジャケットに対して
ホワイト系のパンツですね。夏の終わりということで合わせていましたが、今度はですね、より秋冬感が強いですね、オリーブのボトムスを合わせてみました。まあ、このようなちょっとワークテイストだとかミリタリーテイストのボトムス、僕は秋に履くことが多いんですが、上半身もワークで、ボトムスもちょっとワークっぽい感じで、ある程度雰囲気は寄せつつ、両方ともちょっとやぼったさは出てるかなと思うんですね。そこに対して内側にはですね、白 T を少し覗かせてあげて清涼感を出してあげるのと、その上にはですね、ブルー系のシャツですね、これを着ることで程よいですね、小綺麗さを出すようにしています。まあ、ブルーだとか、あとはストライプのシャツでもいいかなと思うんですが、このようなシャツというのは小綺麗さも漂いますし、清潔感みたいなところを程よく足すことができるので、こういったものを使ってあげれば割とですね、まとまりが良くなるんじゃないのかなと思います。まあ、ちなみにこのような短い丈のアウターに対してシャツを着て、ちょっと丈の長さの違いを楽しむというスタイリングは個人的にすごくハマりがいいなと思っているので、まあ、ぜひこのような着こなしもですね、試していただきたいなと思うんですね。この UTT ジャケット自体はブラウンだとかオリーブっていう色もあるんですが、あえてブラックを選んで、その他のパーツでですね、オリーブだとかブラウンを使ってあげると割と秋冬っぽさが出せるかなと思ってまして、今回はこちらのベイカーパンツでオリーブを選択をしています。もしくはユニクロさんの公式サイトではダークブラウンのですね、ボトムス合わせていますが、ボトムスをですね、ブラウン系にしてあげるのもなかなかバランスがいいかなと思います。あとは内側に着ているものですね。先ほどはダークブラウンの T シャツを着ていましたが、まあ、T シャツだとかニットとかでちょっとこう秋らしい色を差し込んであげるのもいいかなと思いますし、まあ、アウター自体はもうシンプルにブラックで勝負をして、その他のアイテムでちょっとこう秋らしさだとか、場合によってはアクセントを添えてあげると割と使い勝手がいいかなと思うので、ぜひこのような形で皆さんも UTT ジャケットをご活用いただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では僕が今着ていますユニクロの新作秋アウターであるユーティリティショートブルゾンですね、こちらについて皆さんに解説をさせていただきました。これまでに何度かユーティリティジャケットと呼んでいましたが、まあ、正確にはユーティリティブルゾンなので、まあ、ぜひ皆さんもですね、オンラインや店頭でチェックをしていただきたいなと思っています。実際に着てみてかなりよくできたアイテムだなと実感しています。まあ、秋のアウターというとステンカラーコートみたいなものもあって、それもまた上品で大人っぽく見えるので個人的には好きなんですが、まあ、僕もですね、2児の父なので休日に子供と遊ぶ時にですね、結構丈が長いものよりもこのような短丈系のアウターの方が足さばきもいいですし、気軽にですね、着用しやすかったりするので、これはかなりですね、使い勝手いいんじゃないのかなと思っています。まあ、着た感じは重量感もないですし、内側もこのようなチェック柄になっているので、脱いだ時まで楽しめるというところで、まあ、かなり完成度が高い一枚かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思っているんですが、普段の動画の中ではなかなか触れることができないセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、または専門ブランドのですね、紹介なんかは僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信やっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形で運営をしています。ぜひ気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンも運営をしています。こちらの方では動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムをですね、毎日皆さんにご紹介をしています。僕も記事を毎日書いていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家の人もですね、記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、よかったらこちらもですね、概要欄の方からチェックしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。